さあ毎週水曜日のこの時間はクイズ当たって砕けるの時間です。いちご製菓、いちご製菓はなんだかよく分かりませんけれども、回答者はいつもおなじみのエコスマイルさんです。こんにちは。効果音だっけ。効果音、ね、こんにちは。よろしくお願いします。すごいですね、萌え系の。よろしくお願いします、ね、テンション差が低いですね。あ、もうちょっと上げてってください。はい、いちご製菓パーバーさんも笑ってますからね。容赦なくね、こっちはね、はい、こういうことしますんでね。いいですか。すごい、こんな感じです。あ、すごいですね。というわけで、もう早速ね、回答をしたいと思います。回答じゃなくて回答しちゃう。出題をしたいんですけれども、その前にですね、最近話題となっているニュース、なんか気になるニュースありますか。気になるニュースさあ一つどうぞ。あれですね、何ですか、政治家女子48のお金はどうなっちゃったのかということでね、8000万ぐらいお金があるとかないとかつってどっか行っちゃったみたいなこと言ってましたけど、大丈夫ですか。政治資金規正法じゃなくて何でしたっけ、政治資金は。結局あの人は嫌われてるんですね、どうもね。だって立花さんですか。立花さん嫌われてるのか好かれてるのかさっぱり分かんないんですけど、48党ってつけて結局また NHK 党に戻したいわけでしょ、うんうん、よく分かりませんね、うん、で消えたあのヘリコプターは一体どこに行っちゃったんですか。ねえ、だから事故ですか。事故にしたって中国軍に撃たれたっていう人もいますし、うん、ニュース的にはね、中国軍に撃たれたっていうとすごいもっともらしいじゃないですか、はいはい、ね、アメリカ人が撃ったっていう人もいます、ね、アメリカが撃ったのか中国が撃ったのか、はたまた自衛隊が撃ったのか、うん、どっちだと思います。俺はアメリカが撃ったと思ってますけどねアメリカがね、なんかね、戦争したくてしたくてしょうがないような気がする。やっぱそういうことですね。今ね、現実起きてるところって言ったらロシアとウクライナじゃんね、はいはいはい、でウクライナに兵士を派遣しているのがどうもアメリカの傭兵、お金を出して派遣しているんだけど、お金がなくなると、はい、なんかいろいろこちょこちょこちょってやってるじゃないですか、はいはいはい、ね、アメリカの議会にゼレンスキーが行ったりとか、はいはいはい、ね、岸田が行ったりのこのこ行ったりとかね、はいはいはい、お金ないとお金くれって世界に言ってのこのこ行くわけじゃないですか。結局はさ、スポンサーを探して、スポンサーが見つかれば戦争するぜっていうゼレンスキーじゃないですか、ね、でもあれ仕掛けたのはどうもいろいろね、ノルドストリームの破壊とかいろんな情報を総合するとアメリカさんが糸を引いてる。うん、そうですよね、それしかいないわけですからね、うん、そうだよね、うん、って考えると過去の戦争もよく考えるとアメリカさんがどうもきっかけを作ってるから、うん、俺はそうですよ、生物破壊兵器なんかないってことですから、うん、どこにも。だからね、今回も中国がやったっていうのはもっともらしいんだけど、うん、もっともらしすぎちゃって、うん、アメリカが中国そんな度胸ないでしょうからね。度胸ないよね、うん、こっそりやったとしてもバレちゃったら大変なことになるわけじゃないですか、うん、で記事から発射したさ、ほんの数分5分か10分の話でしょ、よく見てると。だってあれじゃなくて、中国軍だったらね、うん、もうどんどんね、東京湾の中に船で入ってくるっていうんですね、うん、それでみんなこう岸につけて、うん、これで一気にバッていって日本に上陸してね、うん、で人民解放軍だっつって、これで日本人をアメリカから救いに来たって言ってね、ここで選挙するっていう人がいましたけど、そっちの方が現実的ですよね、中国がやるとしたらね。まあ中国は戦争をやるきっかけを作るのはそんな度胸ないですよね。でどうすると中国さんの危険を損ねるかなっていうのを大体分かってるわけじゃないですか、アメリカが。でその通りのことをやってるじゃんね。例えば議会の行ったら中国を魚でするような人が行っちゃったわけじゃん、アメリカの要人がね、行っちゃったわけじゃん。行くとどうなるかっていうと、台湾っていうのは国として中国を認めてないもんで、アメリカが行っちゃうと中国怒るに決まってるのね。それで何をやってたかっていうと、中国は台湾を包囲する軍事演習をやってたよね。
そういう時にね、撃ち落とすやつって言ったらもうみんな、あ、中国だろうっていうふうになっちゃうじゃんね、うん、そういう道筋を作りたくって、うん、アメリカさんがやってるのかなってもうアメリカしかやらないんですよ、そういうことは基本的に。どう、うん、きっかけを作りたくって作りたくってしょうがないんでしょうね、うん、だって結局コロナだってそうって、いやそうでしょ、アメリカで作ってさ、中国でまらまかしたら中国だ中国だって言ってるわけでしょうからね。なんか言ってる情報をこう作ってるのがアメリカでね、そうそうそう、実際現場で起きてるのはさ、なんかありえないようなことが起きるわけじゃないですか、うん、みんななんかね、もう見えてるよね、世界はもう見抜いてると思うんですよ。ノルドストリームの問題もそうでしょ。ノルドストリームって何ですか。ロシアとドイツを結ぶ海底油田、あ、油田じゃない、海底天然ガスパイプラインがあったんだけど、これってロシアは壊すわけないじゃんね、うんうん、ドイツに買ってもらわないといけない、うん、でドイツは壊れちゃったら冬越せなくなっちゃう話だったもんで、うんうんうん、でそれが壊れるってこと自体が全然ヨーロッパ世界の中ではありえない話です、うんうん、ヨーロッパの人は壊したらダメじゃない、うん、自分人道的にもダメでしょって、自分に跳ね返ってきちゃうわけだから、ね、どれが壊したっつったら、それをすっぱ抜いたアメリカの記者がいたじゃんね、うん、やっぱアメリカしか売ったら壊さないでしょ、あの消去法で言ったってアメリカじゃんねっていうことになるのに、誰がどう考えてもアメリカじゃんねって、うん、バイデンでしょみたいな感じになってるもんで、もう世界はもうみんなさ、うすうす感づいてるけど、うん、アメリカだって言うとまた嫌がらせされちゃうもんで、うん、言えないわけじゃんね、うん、そういうね、もう分かってるようなことをみんなが一斉にさ、アメリカだっつって言える度胸を持ってないといけないもんで、うん、そのうち変わりますから。あ、変わるんですね、うん、なんでかっていうと、例えばビットコインがあるじゃないですか、はいはいはい、ビットコインを本当は今の金融システム、ドル基軸通貨の世界、金融の仕組みはね、あの潰したいはずなんですよ、はいはい、あんなもん潰せないんですよ、うん、潰せない、その民主的な仕組みをどんどん作っちゃうと、あの手出せないんですよ、ね、はいはい、ビットコイン の, あのブロックチェーンの仕組みって、はいはい、あれ誰も潰せないんですよ、一番強固な金融システムなんで、記録としてはね。お金っていうのは何かっていうと、金融システムって何かっていうと、お金の取引の記録でしかないっていうのにみんな分かってきちゃったもんで、法定通貨はいくらでも国が出せばお金をあの作れるわけじゃん、作っちゃうもんでお金の価値がどんどん下がるわけじゃん、インフレになるってことですね、インフレになっちゃって。で世界はだんだんそれに気がついて信用しなくなってきてるじゃん、うんうんうん、でそれに基づいたアメリカ国債も信用しなくなって、うんうんうん、で結局今どん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 ドル離れが起きてるでしょ、はいはい、第三世界ってブリックス世界は共通通貨、資源に基づいた、資源に基軸した通貨を作ろうっていうもう考え思ってるわけじゃん、うん、だからそういう民主的なね、金融の仕組みが多分できちゃってると思います。というわけで、いちごせいか。ダメ、それ言っちゃダメ。それ言っちゃダメ。それ。というわけで今日は非常にね、難しい。そうですね、難しいですね。急に金融のことですから。あ、もうクイズも難しいんですか。クイズ、難しいクイズにします。あ、そうですか。あのどうせね、視聴者数がもう記録的な数字を出します。あ、増えてるんですか。同時視聴者数がね、はい、ゼロ。これがね、すごい記録的な、あの視聴者数だ。全然出てこない。何でもできますんでね。いいですか。何言っても大丈夫ですね。今更聞けない専門用語。あ、ね、わかります、はい。今更聞けない。専門用語、うん。これね、知ってるようで知らない人がいるもんで、一応あのチェックとしてね、はいはい、言います。一つ目、第一問。よくね、テレビでね、金融引き締めって言うじゃないですか。引き締められちゃったよね。引き締めって実際中央銀行が何かをする行為なんですけど、引き締めって何ですか。肯定不安を下げる。今肯定不安っていうのはないんですけど。あ、ないですか。ないっていうか使われてないですよね。もう僕ら公民の時代はそんなこと言ってますけど、ね、あ、そうです、昔はそうですよね。今肯定不安って言わないですか。昔はね、日経新聞とかで肯定不安を引き下げるとかって新聞にデカデカとかありますけど、今そういう時代じゃない。あ、違うんですか。金融引き締めって何ですか。引き締め、引き締めちゃう。
お金をすらない。お金は今すってはいるんだけど、うん、あのするとかすらないとか全然関係ない。今電子的な動きでしか、ね、動いてないんでね。なんでしょう。なんですかね。金融引き締め、引き締めちゃうとどうなるんだろうね。金利を上げる。あ、金利だ。あ、金利ですね。ね、金利だ。ピンポンピンポンピンポン。おお、忘れてた。ちょっと待ってください。あ、あってきてるじゃないですか。金利を上げるとどうなるかってことなんですけども、金利を上げるとお金を借りてる人は早く返さなきゃってことになるので、借りてたお金が中央銀行に戻ってくるんですよね、これがね。あ、昨日ちょっとね、うん、話になったんですけど、はい、借金してる銀行が潰れたら借金チャラになるんですかって言ってましたけど、どうなんですか。銀行も借金するよね。ちょ、だから例えばしずぎんに金借りてますと、今住宅ローンでって、しずぎんが潰れましたって言って、うん、そしたらその借金は返さなくていいんですか。いや、わかんないですね。謎で、あ、青木さんわかんないですか、それは。わかんない。銀行にお金借りたことはちょっとありましたけどね、今全く借りてないんでね、うん、そう、それでチャラになるわけないでしょって話になって、なるんじゃないですか。あ、チャラになるんですか。あ、ほんじゃいいじゃないですか、バカバカ借りて。元銀行員がならないって言ってますけどね。ああ、そうだそうだ、はい、うわ、詳しいですね、ほいじゃあ、うん、分かんない。え、なんで分かんないんですか。銀行が潰れたらチャラになるか。これはね、あの、ならない。そうですね、と思います。次にあれでしょ、あの、何、受けたところが現金で払えとか側金で払えとか言ってきそうだっていう話はしたんです。例えばね、日本の場合ね、ほとんどゼロ金利って言われてるじゃないですか。金利がないんだったら金融引き締めってやってもどうなんですか。てか、もう金利がないってのは相当やばいことしちゃったって話ですよね。やばいことしちゃったね。だって金利がないなきゃ困るんでしょうからね。金利がないってことは、うん、借りても借りてもね、返さなきゃいい、返さなくてもいいってことじゃん、うん、だって100年後に返しますよ、金利払わなくていいんでしょって。だから1億円借りても、借りっぱなしでも、うん、そのうち返しますよって言ってれば金利払わなくていいもんで、うん、返す理由が生まれないわけです。そうですよね。それがもうやばいって話ですよ、ね、だから日本の国債なんて、あの、いくらでも発行できるってことなんですよ。おかしな話でしょ。おかしな話なんです、はい、というわけで、そういうちょっと経済的なね、ちょっと疑問にもね、ちょっと、あの、クイズ番組として ね、 ね、答えがないクイズ、今も答えがありませんでした、でね、申し訳ありません。役に立ってるのかどうか分かりませんけど、こんな話が。よくね、サミットって言ったりします。あ、サミットって何でしょうか。 G7。 サミットって何ですかって言ったら、サミット G7 ってダメですよ。サミットというのは何でしょう。あれじゃないですか、先進国首脳会談。すげえな。合ってる。お、すごい。あのね、合ってるじゃないですか。サミットって何かっていうと、うん、頂上っていう意味なんですよ。一番トップですね。トップ会談のことをサミットって言うんですよ。おじゃ合ってんじゃないですか。で、G7 っていうふうじゃない、はいはい、次の問題として、G7 の G はどういう意味でしょう。ゴールド。G7 の G は何から、はい、あ、主要国。あ、先進国か。G は何ですか。先進国。ジェネラル。何ですか。案外知らないもんでね。何ですか。何でも知らない。なんか本当知ら、え、知らないの。元銀行員知らない。あ、そうそう。あ、さすが銀行員。ガバメントって何ですか。ガバメントです。え？政府の。政府ね、ガバメントね。さすがですね。韓国の一番そのトップっていうのは政府なんですよ。トップね、国のこと決める政府、うん、じゃあ日本のトップは何でしょう。アメリカ合衆国。当たってるじゃないですか。本当ですか。実を言うとね、今ね、あの、こういう本を読んでます。あ、なんですかこれ。知ってはいけないって書いてあるじゃないですか。知ってはいけない日本の支配構造。あ、うん、この国を動かす本当のルールとは、はいはいはい、今ね、日本の政府ってあるじゃないですか、はいはい、日本の政府が、あの、自国の、その会計、はいはいはい、会計っていうか予算があるんですよ、はいはいはい、予算とは日本の政府特別予算。そうそうって。違う、だから日本政府が管理してる日本の予算があるじゃん、はいはい、それ
それとは日本の政府があの動かせない、何もできない予算のことを今特別会計って言ったでしょ。特別会計の方が実は規模が大きいんですよ。あ、そういうことですよ。それをコントロールできるのは、ね、さて誰でしょう。アメリカ。あ、合っちゃってるじゃないですか。実はね、仕組みがあって、うん、あの日本の政府の上に、上本当は下なんだけど、うん、あの坂の上ホテル、あのあれがあるじゃないですか、あの役人がね、はいはい、役人、トップの役人がいるじゃないですか、はいはい、役人が実は政府の本当は下なんだけど、はいはい、政府より上になぜいるか、日米合同会議っていうのがあって、あ、 そこでほとんどごぼうの党、特別会計の予算をやる、うん、でそれを政府が、うん、あの言われるがままにただやってるだけ。で俺でもできちゃうじゃないですか。あ、そうですよそうですか。それに逆らったあの今までの役人じゃなくて田中角栄とかね、はいはい、そういう首脳たちは左遷されたり殺されたりとかしてます。中川なんとか、中川翔一とかね、そうですね、そうですね、もうそういう人たちがね、みんなね、あのロレット回ってなかったですもん、ね、つまり日本っていうのはそういう国であるっていうことをこの本に載ってるし、素晴らしい本ですね。今回私はあの同じ人が書いてる沖縄というところに行ってました。あ、行ってきたんですか。ついこの間ね。あ、素晴らしいですね。これどういう本かというと、本土の人間は知らないけれども沖縄の人はみんな知っていることが実はある。何か沖縄を決めているのは県知事もしくは日本政府だと思うでしょ。実際はマッカーサーみたいな人があそこにはいるんです。権力を持ったアメリカがね。だって僕あれですよ、なんだっけ、宮古島行ったじゃないですか、2年ぐらい前、うん、子供の長男、うん、あ、次男が結婚式やるって、うん、次男がね、だってマスクも、まあ、マスクぐらいはしろっていう感じでしたけど、ワクチンのチェックも何にもなかったですよ、あっちは、うん、あそこはね、日本じゃないです、やっぱそうですよね、アメリカです。そうだよね。ちなみにね、あの何にも言われなかったもん。沖縄っていう国がどういう国かっていうと、もともと琉球王国なんだけど、 あの日本全体から見る沖縄の面積って約 0.6% なんだよ。だけど在日米軍事基地、はいはいはい、あの日本の 70.6% が沖縄にある。あ、つまりどういうことかって言ったら、ファーイースト、極東だよね、うん、極東のエリアのアメリカのその軍事基地の70、うん、なんつったらな、あの核ミサイルの保有世界一番じゃないですか、はいはいはい、ほとんどが沖縄にあるって言われてますね。あ、もう整備してるんですね。やばいですね、核の庫もいっぱいあるってことですよ。あの僕ね、沖縄に行った時にね、アメリカの基地を見に行こうって奥さんに言ったんですよ。嫌だって言われました。なんでですか。わかりません。撃たれちゃうと思ってるんですかね。沖縄に行ったら 70% はね、世界っていうかアメリカの 70%、 あ、日本の 70% はそこにあるのにね。あの普通のね、那覇空港も実はね、自衛隊が半分、あ、そういうことですね、あの、はい、ジェット機がいっぱい並んでるんですよ、はい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 、軍用機がね、はいはいはい、那覇空港でさえもだよ。つまり沖縄っていうのは軍事基地なの。うん、昔そうですよ、ね、日本の首脳っていうか総理大臣で、沖縄は不沈空母だって言った、あ、とんでもない人がいましたね、なんか、はいはいはい、不沈空母です、はいはい、本当に沈まない。中曽根康弘、すごいよく覚えてますね。合ってました。合ってますね。中曽根さんが言ったんです、そういうこと。不沈空母、俺政治強いな、これ。もうやめてくれって沖縄の人がそんなことをね聞いたらね、こいつ何考えてんだよってことになります。ああ、つまり日本で一番犠牲を被ってるのは沖縄なんです。ひめゆりの塔。ひめゆりの塔は何ですか。見てきませんでした。通り過ぎました。そうですか。なぜかやばいとこです。ああ、うん、今でも静岡の西高、うちの子供西高でしたけど京都でしたよね、あの辺。あ、京都じゃなくて沖縄ですよね、修学旅行は。この辺の高校というわけでクイズ2問しか今やってないもんで。何時までですか、この番組は。じゃあ3問目。あ、3問目、終わるじゃないですか。いいですか、問題です、はい、問題です。ちょっと話は変わりますけども、
あの3本の矢ってあってるんですよ、はい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 、覚えてます、はいはい、うん、何でしたっけ、安倍さんが3本の矢、経済政策とか言ってね、中身が何にもない経済政策だったんだけど、アベノミクスマスク、一般的に一般的に5本の矢っていう言葉が実はあるんですよ、へー、うん、これ歴史を学ぶとは分かるんだけど、検索してみると分かります。5本の矢が矢って言っていた、まあ、ある金融資本家、うん、なんていう金融資本家、渋沢正一、何ですか、渋沢栄一か、五本の矢って言ってた、あの金融、高橋コルキオ、金融資本家の、日本には金融資本家いませんのでね、あ、そうです、あの、じゃあブブーってさせてもらいますね。五本の矢っていうのは、うん、ロスチャイルド、あ、実はね、ロスチャイルドって5人兄弟いましたね、あ、そうですね、で5人が金融資本家としてヨーロッパの各地に同じ銀行システムを作れということで散らばったんです、はいはい、その後どうなったと思いますか、5本の矢は、あれ、なんか日本に一人来た、実は日本が先進国になる前の先進国を考えてほしいんです、新欲しいんだけど、ヨーロッパにね5本の矢が飛んだところ、はい、そこがみんな経済発展してるんですよ、つまり経済発展する条件っていうのはポルトガル銀行ってことなんです、わかります、つまり銀行がなければ経済発展しないってことです、銀行のシステムがイコールその先進国を作る条件だったということ、だから5本の矢が飛んでったところの国を調べてほしいんですよ。というわけで今日は難しい話をいっぱいしちゃったので、最後早かったですね、最後あと3分ありますんで、3分の間にちょっと非常に難しいクイズを、短縮形をの意味を教えてほしいと思います。いきます、問題です、育休、育児休暇、有給、有給休暇、あ、すごいな、経済、エコノミスト、あ、違います、平成催眠、あ、社食、社員食堂、あ、すごい、食安、食業安定所、チーカマ、チーカマ、チーズカマの子、チーママ飲み屋のママ、スマホスマートフォン、元カレ、あ、元の彼氏、あ、なんでしょ、花さん、花さん、あ、花金、花の金曜日、エアコン、エアコンディショナー、中三、あ、中三トリオ、桃江ちゃん、中学3年生です、あ、違うの、学割、学生割引、棚ぼた、あ、棚ぼた、棚からぼた餅、おいしい、ドラクエ、あ、ドラゴンクエスト、学食、学生食堂、カンペ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 、いいのじゃないですか、違う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 、カンニングペーパー、あ、カンニングペーパーか、アナ雪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 、黒ネズミ、映画、アナ雪、雪だ、なんとかの穴兄弟だっか。何ですか、穴兄弟、やめて。穴雪は思い当たる人がいるんですか、穴雪。穴雪は雪に作った落とし穴だよね。あ、コミケ。コミケ？コミックケーション？何ですか、コミケって。コミックマーケット。あ、マーケットね。イメチェン。あ、イメージチェンジ。サブスク。サブスク。サブローのスケでしょ。サブスクって何ですか、スケって何よ、スケって。スケベーなサブちゃんでしょ。スクっつってんの、あ、スクか。サブスク。わかんない。わかんない。サブスクリプション。すげえな。マクちゃん、英語得意だね。なんか、ガジみたいね、なんか。得意じゃないよ。さっきもガバメントとか言ってたけど。ギャラ、ギャラリー、え、そうなの、ギャラ、あ、お金じゃなくて何ですか、出演料、ギャランティー、あ、ギャランティー、フリーター、フリーター、フリーのプータロー、
違うフリーのアルバイター、ね、あアルバイターの近いな。スタバ、あスターバックスコーヒー、ブブー、エンスト、エンジンストップ、ドタキャン、ドライブキャンセル、ドタキャン、ドタキャンってなんだ、突然キャンセル、なんすかドタキャンって、ドタってなんすか、ドタ知らないよ、ドタキャンセルでいいのじゃ、ドタンバでキャンセル、あドタンバね、ワイシャツ、ワイシャツ、 Y 字型シャツ、ホワイトシャツ、あホワイトね、 T シャツ、 T はなんすか、 T シャツは、 T シャツって言ってねえんだけど軍手、軍手、軍人手袋、あ、あっちょっとすげえ、え、本当ですか、知らないよ、知らない適当、いや答え書いてないんだもんごめんね、ちゃきちゃだよね、寒天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 、いや寒天略語だよ、あ、かんぼしところてん、かんざらしところてん、あ、近いじゃないですか、じゃあラストのこと、あ、あ質問です、はい、あもう時間過ぎちゃいました、申し訳ありません、オワコン、オワコン、なんすかオワコン、オワコンわかんない、なんでしたっけ、もうオワコンだねって言うじゃん、オワコンだねって言うじゃん、みんな知らない、オワコン知らない、オワコン、オワコン、え、みんな知らない、なんすかオワコン、オワコンだねみんな、もうオワコンだ、パソコン教室エイシックしか知らないですよ、何でよ、オワコンだよ、終わった結婚、終わったな、ほにゃらだ終わった、なんだコン、コンは英語のコンです、コン、コン、ん、終わった、コンピューターです、ちょちょ、なんすかコン、じゃあ最後答えを言いたいと思います、お願いします、終わったコンテンツ、あ、こん、知ってんじゃん、知ってんじゃん、知ってますよ、なんか英語すごいね、マクちゃん、イエーイ、かわいいピンポンにしてあげた、すごいね、マクちゃん、頭いいね、ね、というわけで、クイズ当たって砕けてしまった今日でした、で、ね、以上です、パークさんも洗ってくれてるんだよ